アジア作曲家連盟、イリノヨシロウ記念賞は、アジア太平洋地域で最も有名な音楽賞の一つである。アジア作曲家連盟から定期的に授与されており、ACL イリノヨシロウ記念賞とも表記される。この賞は ACL の創始者の一人である、日本の作曲家、イリノヨシロウの業績を記念して1981年に創設された。 ACL 総会と音楽祭の期間中に開催国の35歳以下の最も優れた作曲家に授与される。1981年の第一回の受賞者はラヒサテルであった。それ以来この賞はチンヒサシカやユティエンフなど後にそれぞれの国を代表する作曲家に授与されている。世界で最も有名な受賞者は1990年のダンダテで 彼は、グラミー賞とオスカー賞を受賞している。国立音楽大学附属図書館編、入野ノ郎シロに違い、アソシエーツ、1988、P258ABACL、日本作曲家協議会2020年7月14日、閲覧。石田和史、モダニズム編奏曲作北者、2005、P183。ありがとうございます。